はい、どうも、ザキです。というわけで今回はですね、企画ものスマブラをもう一回やっていきたいと思います。今回の企画スマブラは何かっていうと、ダメージ量 100% を超えると、一切喋れなくなるスマブラをやっていきたいと思います。というわけで、それはね、何かっていうと、まあ、つまりはこのダメージ量が 100% に溜まると、それ以降はね、一切喋らなくなるという。で、一気が減ると、0% にまた戻るじゃないですか。その 0% の時にはまた喋っていいみたいな感じで、100% になった瞬間にまた一切喋らないみたいなね。そういうのをやっていきたいと思います。まあね、100% 食らうっていうことは、やっぱりそれ実況者としてね、もうどうかって感じですよ。自称スマブラ実況者、ならば、100% もダメージ与えられたらあかんよと。そういうわけですよ。というわけでやっていきましょう。さあ、対戦よろしくお願いします。好きなPさん、月光ガーです。月光ガー。オッケー、やっていきましょう。さあ、月光ガーと対戦なんですけども。さあ、月光ガーはね、僕ね、苦手なんですよね、意外と。いやー、この素早い感じがね、本当にね、僕目が追いつかへん、本当に老眼やから知らんけど老眼じゃないんやけども、あ、オッケー、もう嘘ばっかつくから、ほんとに口を開けば嘘つくみたいな、もう 79% 食らってるんじゃない、ジュルちゃん食らってるんですけども、本当にちょっとモロビザと、僕の中のモロビザとか出てきた、危ない、あー怖い、オッケーオッケー、ここで、はい、ここを重ねていきます、危ねえ、オッケー、ここで、はい、こううまーすぎるー、危ない、死ぬ、自殺するとこやったら、うますぎて、自分がうますぎて自殺、さあ対戦よろしくお願いします。一丁さあジョーカーですね、やっていきましょう。さあ2期なんで今回はね早期決着なんじゃないでしょうかと思うんですけど、何今のその攻撃そんなすぐ避ける、お前めっちゃ対応するやんけ、これオッケー、うまっやった、僕地上回避初めてやったかもしれん、そんなことはないんやけども、まぐれで出たりとかするんやけども、地上回避をねあんな狙ってできることってないよ、本当に僕だからマジ嬉しかったね今、本当に地上回避を初めて使った男のような反応をした、怖いってマジで、でもね狙ってやったのマジ初めてだからちょっと嬉しかったね、はい、ここら辺で通常攻撃遊んでいきましょう。ジョーカーはスタイルいいんでちょっと死刑ですね、はいあーやばい、怖いってマジ怖い、何それ何それ、重ねていくなって攻撃をマジですっごいわ、マジもやりたいってそれ、オッケー、重ねていきたい、重ねていきたい、攻撃が当たらない、私の攻撃は全て見切られている、全て見切られている、はい、オッケー、まあこれでやられるっていうのが分かってるから、その無敵技で上がってくるのが分かられてるから、さすがにね分かられてるやつに対しては優しいんですよ、優しいってなんですか、優しいってなんなんすか、本当によマジで意味分からないですよね、はい、いてぇ自分の手榴弾で食らいすぎ、うえぇくそ、当たれマジ当たれマジ当たれ、攻撃本当に当たれへん、マジでこいつなんでこんな上手いんや、避け方上手ない、マジでジョーカー、おい、オッケー、いいよ、ちょっと待って、こいつジョーカーを作りし者か、もしかして作成者か、関係者ですか、スマブラの、はい、ここです、当たりません適当なこと抜かしとったら当たるかなと思ったんですけどもね、よっしゃー、いいよ、オッケーオッケー、マジで煽ってもた煽った感じになった今、普通にハンドルくる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 しようことやと思ったんやけど、ハンドルっていうやつ初めて見るくない、このジョイコンじゃねえや、この GC コンのスティックのことをハンドルって呼ぶのやばくない、うわー、もうなんちゃらこんちゃらが出てきた、もう危ない、こ危ない、おいよおいよ、とりあえず避けて避けて避けつつ、オッケー、いいよ、怖いって、え、オッケー、いいよ、さあここで攻撃か、 99% ってやばくない、90分、あと1回食らったらだって僕喋られなくなるんで、そんなんやってたまるかよ、ここで勝ってこそが実況者の鏡なんじゃないか、ここで食らわないのが実況者の鏡です、やったありがとうございます皆さん、褒めて、はい、というわけでね、今回はですね 100% 以上ダメージを与えられると、一切喋られなくなるスマブラ
SP をやっていったんですけども、まあですね、やってみた感想はというと、まあ 100% いった方が絶対楽やなと思いましたね。本当に無言になればいいだけやから。というわけで今回はこれで終わっていきたいと思います。よければね、面白いと思った方はチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。Don't accept.